地球にはモンストがあるじゃないですか。じゃあモンストには何があるかというと、そう、タンポ蓬莱ですね。なんで今回は蓬莱使ってみたやります。でどこ行くかというと、はい、タジャドル超究極のやつ。いやこれ、あの宇宙人の CM のやつもやりたかったやつって言ってたんで、まあ、今回はあの宇宙人向け動画ですね。なんで地球人の人にはちょっとんってなる動画かもしれないけど、まあ、その辺はご了承ください。これでします。まあ、この辺はモンタナと一緒ね。こうやってモンタナと一緒で、こうやって適当にこうやって食らって、で、これ食らって、こう打って、ここの間挟まって、よし、で、来たやった。いや、まあ、モンタナとほぼ同じ動きで、まあ、これ利用することで、多分結構ね、いけると思うんですよね。で、これ倒す。はい。で、ここから、またひたすら SS 試して、で、SS 貯めても、号令は打てないんですよね。だから、まあ、その辺は、ちょっとうまいこと頑張って、これを、はい。うまいこと頑張って、まあ、できるだけここで SS 試してから、ちょっと行きたいんですよね、次。で、これをまた置く。ひたすらここに置いて、で、8万くらい。モンタナとちょっと違うんですけど、で、ここで、さらにもう一巡貯めるために、ここを置いておきます。はい。で、この後、この後もう一回ここに入ることで、はい。みんな爆発範囲入って、全回復、もう一巡耐えられます。今回これをめちゃくちゃ頑張って研究しました。で、これ最後ちょっとずらして、うん、いいんじゃない。で、爆発範囲もうまいこと入ってるし、ちょっと上上げられて、多分これで変な位置いかなくなったでしょ。で、あとは、もうここはうん、本当に、もう本当にただこれは祈るしかない。うまいこといくの。で、ここを倒して、はい。はい、はい、はい。まあ、ここもちょっと削って、これ倒して、で、爆発も食らっとく。で、全回復して、いや、ここで、取り蘇生されるのと、あと弱点上来るか。頼む、ああ、まず取り倒してしまい、上、よし、生きた、これ剣持ってる状態で調整できたから、いや、お願いします。見てる宇宙人お願い、祈ってて。おお、おお。あ、やべ、この位置、やべ、この位置、2本レーザー食らう。うわ、いや、いけるか、これ。で、このまま、んー、じゃあ、このまま、こう行って、はい、靴で加速して、で、これ拾って、これも拾って、この上行って、これも倒して、回復する。よし、まあ、とりあえずこれでいいでしょ。で、で、そしたら、とりあえずこれ食らう。これはまあ、諦めるしかない。で、これとりあえずここで受けといて、で、右下の鳥も一回倒しとかないとちょっと危ないんで、はい、はい、はい。で、ここで一回ちょっと、で、これ、この程よい削りも、多分、後々重要になってくるはず。で、これを取り。で、これは耐える。あと、このまま薄くいって。はい。で、このまま取り。いや、これ大丈夫かな。で、これでこうなりました。あと、なんて。いや、これ、右行けね。いや、殴りに行けないんですけど。で、これ、はい。まあ、回復する。はい。回復する、回復する。はい、はい、はい。いや、まずいっすね、これ。いや、鳥蘇生多すぎ。で、どうしよう、これ。あ、でも号令打てる。よし、めちゃくちゃ頑張った甲斐あった。で、これでギリギリ間に合ったね。あの、一巡ダメが、すごい功を奏した瞬間、あれ？お？お？あ、ちょっと狙ってなかった。全然狙ってなかったけど、これいけんじゃないの？で、これを、縦勘で、はい。うわ、なんでそこに止まるから。で、いや、これいけんじゃないので、まあ、これ食らう、これ食らう、で、回復するの耐える、で、回復するのこれ耐える、まあ、これ適当に、このレーザー絶対食らわない位置に行っといて、で、回復して、お、いけるいける、で、これで抜けて、よし、来た、やっといける、宇宙人さん、ありがとう。で、そしたら、これはま、ここ倒しておいとけばいい。いや、ちょっと待って、これを、いや、ダメだな、これもう諦めるしかないわ。まあ、ここに来て、こうして、こうして、まあ、ここに止まって、友情？ゾンビに友情当たる位置にちょっと置いときます。で、うわぁ、どうしよう、これいけるかな？あと、ここが心配なところなんですよね。で、ここを、まあ、こう打って暴れて、はい、はい。お！お！よし！ちょっと運ゲーっぽかったけど、まあいいでしょ。で、
まあ今回は宇宙人用の動画なんで、地球人の人は、ドマイって言っておきます。真似できるかちょっとわかんないね。で、これはいい。で、縦勘でここはひたすら削っていて、で、ボス戦入ったら多分、割と号令打ってるだけで終わると思ってんだけどな。で、取り倒して、あ、いい。でもここは縦勘でひたすら削っていくだけでね。っていうか、タシャドル、もう、多分この動画出てる頃にはもう終わってると思うんですけど、いや、すごい、いいクエだったね。いや、久々に、いや、運営さんもこんないいクエスト作れるんだって。いや、最近なんか、いや、これ嫌がらせしか考えてなくないみたいなクエストばっか来てるイメージだったから、このタシャドル、まあ、最適は、多分クーガじゃないですか。で、ただクーガじゃないとダメっていうわけでもなくて、まあ、別に他にもキャラいる。まあ、キリトさんなりでネタ攻略できる、ワンパンとかもいろいろできるし、はい。で、これで回復して、で、あとは、開幕 SS 打って、あ、でも開幕 SS よりも、鳥処理した方がいいかな。鳥一体も倒せなかったら地獄見るもんね。あー、どうしようこれ。横勘で削って、あ、これ無理だな。こういう SS 使って、ここ殴りに行って、で、まあ、多分一体は倒すでしょ。コスプレ蓬莱が。で、まあ、ダメ岡減速壁対応してたら、意外となんとかなる。で、削る。よし!対応してたら割となんとかなる。で、対応しなくてもビットンぶっ壊したらギミック無視できる。で、それも、その、ヒデヒラ苦手な人は、あれ使えばいいじゃないですか。シリウスとか、あと、モンタナとかのビットン破壊系のキャラ。あの辺も多分結構使えると思うんですよね。で、開幕 SS 打ちたい、で、あとは、できればこの一手で全部処理したいんですよね。そしたら、コスプレ蓬莱、水着蓬莱、通常蓬莱、みんな多分いい感じにカンカンできる。コスプレと水着か。コスプレ水着蓬莱がカンカンできて結構強いと思うんですよね。はい。はい。こう打って、こう打って。よし、殴って。お!いいんじゃない?これ!蓬莱3人衆。全員で殴れるね。で、どうだろうこれ。はい。で、今日はエイプリルフールだから、もうこれ初心者向けって言っても怒られないもんね。だって、エイプリルフールだもん。で、SS 使って、横勘でこれ下がっていく。お?あ、でもこれうまくいったら、ゾンビ残しであれできるんじゃないの?無限 SS ダメ編。はい。入れ番しなければ。はい。お?お?あ、倒されね!お!お!できたんじゃない?無限 SS ダメ編。よし、これ使ったらいけるもんね。あ、ちなみに、動画のネタには、動画のネタにできなかったんですけど、ここ、ちょっと待って、本当はロバート神化で、使う予定だったんですけど、ここって、即死回避できるんですよね。で、ロバート神化でそれやる予定、無限 SS ダメ編終わっちゃった!あと暴れて、とりあえず、蓬莱を、ちょっとこれ、ずらしといて、ちょっともうちょっと上に上げとかない。多分これ、鳥の間に挟まる。はい。いや、これ大丈夫かな?いや、鳥処理、これ、回復鳥に完全に挟まれてる位置になってんじゃない?で、ボス来ました。ここから!あー、そんなところに弱点来ちゃった!そしたら、まあ、これ下行って、もうとりあえず適当に暴れるしかないよね。はい。うわー、これ、あそこの鳥。どうだろうこれ。で、撃ちました。で、次、通常蓬莱でしょ?はい。はい。いや、これ、いけるかな?で、ここを、そっちだから、そっちだから、ここを、とりあえず、ここ削る。ここ削る。で、ここ上、いやー、どうしよう。ちょっと待って、これを、だから、こう打って。はい。はい、はい。で、これずらして、ここを動かして倒す。で、ここで SS 使って、左!よし!いやー、頼む!ここで挟まって終わってで、減速するけど、多分大丈夫でしょ!これでダメだったらもう、いや、勝ち筋がない。いや、無限 SS ダメに失敗したから、終わって!おー終わんなかったー!これはもう、負けたんじゃない。さあ、ここから、一手で終われるか、一手じゃねえや、残り SS 打って、二連発で終われるかで、もうすべてが決まる。で、こことりあえず、まあ多分大丈夫だと思うけど、レプリカ先生使って、ここ一点抜けでいけるようにしといて、
1体というか3体か、3体処理してあと暴れてなんかいい感じになんないかなみたいな。はい、いやこれで決めてくんないかな。はい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 、うんうん、まあこれでちょっと削られるけど、であとはここからいやどんな感じになるか SS で、これ挟まっても無理。とりあえずこれ縦勘で右行くか左行くかだな。右で確実にカンカンするか、いやこれ左だな。右に行くと殴れるけどあれができない。これはい、だからこれをちょっと待って、これ真面目に考える。だからこれをその右に行くともう即触れるんで、多分フレーズベルク倒せなくてめんどくさいことになる。だからこれは左にずれつつ、この左の蓬莱が角で戻ってきてそのまま上行くことを考えればいいから、うわこの自分じゃない矢印考えるのすげえしんどいんだけど、これぐらいかな。はい、でこれで、はい、で戻ってきて殴って、いやあいつ殴れてないんですけど、おお、いやこれ、これ上来たらいける、上来たらいける、横でもいいけど、右か上、いやこれ、うわどうしよう、薄い縦勘で左行くか、また手勘で靴だ、靴蓬莱信じるしかないよね。はい、いやこれで終わって、入れ番しないで、ほい、お終わって、いや終わったやっとでした。あー疲れた。これやるの5時間ぐらいずーっとやってたもんね。いや SS 使ったら楽かと思ったら、フレズベルク全然倒せないもん。いやこれで完全降臨パもできましたね。自陣無課金じゃ参考になんないよーっていう人も、これ見たらもしかしたら蓬莱艦隊でいけましたっていう人も一人ぐらいいるかもしれないね。宇宙人なら。はい、ごきげんよう。